こんにちは、発音トレーナーのセレイです。今日はこれができると英語力が劇的に変わるという発音について話していきたいと思います。最後まで見ていただくと、なぜリスニングが苦手なのか、なぜ発音が日本語っぽくなってしまうのかという原因がわかります。さらに英語の発音のリズム、このリズムのシステムをより理解、深めることができますので、最後まで見てみてください。はい、そして今回話していく内容は弱形発音というですね、英語には機能語と呼ばれる単語がですねあるんですけど、これがもうこれでもかと思うぐらいこう弱く発音される、こう短く発音されるっていうことがあります。で、ああ弱くなる音ね、はいはいと思ったこのあなた、おそらく予想の数倍短くなっていることがありますので、じゃあどれくらい弱くなっているのかっていうのをですね、今日は分かりやすく解説していきたいと思います。今日は2つのセンテンスを使いながらやっていきますが、まずは1つ目のセンテンスはこちらですね。読んでみるとこんな感じになります。 You might want to tell him the truth。 こういう文章ですね。で、これを日本語的に読んでみると、 You might want to tell him the truth。 You might want to tell him the truth。 まあこんな感じになるかなと思うんですが、まあ、実際の発音ですね、ネイティブの発音聞いてみましょう。2回流します。 You might want to tell him the truth。 You might want to tell him the truth。 はい、どうでしょう。この一字一句落とすことなく聞こえましたか。ちなみにこのスピード感でいくと、まあ普通かまあ少し遅めかなぐらいのまあレベル感になってます。はい、それではここでですね、使われている弱形発音を一個一個ですね確認していきたいと思います。まあ一番一気に近づくということで、実際このセンテンス、この音源を特別なソフトウェアに入れてみますので、一個一個の音の長さをですね確認していきましょう。で、先ほどの音源をソフトウェアに入れてみると、こんな感じで波形としてですね、出てくるんですが、ちょっともうちょっとズームインしてみましょう。はい、そうするとこんな感じになります。You might want to tell him the truth. 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 こんな感じですね。で、これはですね、今から一個一個の単語に、分けていきます。はい、まあ、図形を見るとですね、まあ、波形を見るとこうわかるので、見ていくと、例えば U の発音っていうのはこの辺になりますね。You.はい。なんかこの you, you って感じよりは you, you, you ってこう短い感じになってます。で、その次 might の発音はこの辺になってます。might. で、さっきの you よりも、まあこれ少し乗ってるので you might, you might. これ長くなってるのがですね、わかるかと思うんですね。で、その次は wanna。wanna の部分はここですね。wanna. はい。まあ、ただ wanna にはですね、この want to でこう2つの音節が入ってるので、この want の wa の部分はここだけです。What? で、なの部分はここだけ。But. はい、という形で、その wanna ですね、一個一個のだけど、すごい短いんですよね、一個一個の音が。で、そしてその後は tell。ここが tell の部分になります。tell him. はい。で、tell はその動詞なので、この内容と言われる、つまりはっきり発音していきたい単語なので、こうやって長めっていう感じがありますよね。で、そして him の発音。him はこれだけです。だから短くなって、H の音どこ行ったんだろうっていうところで、ちょっと見てみ、聞いてみましょう。Tell him. はい、もう tell him って感じよりは、tell him. もう H がほぼなくなってるって感じですよね。tell him. で、そしてその次の the の発音。ですね。the. すごい短いですね。はい。で、そして残りの音が truth ということで、この部分ですね。これが全部 truth.ね、すごい長くなってるのが分かるかと思います。という形でですね、まあ、波形を見るとですね、音の長さっていうのがこう、はっきりとですね、分かると思います。もう一回確認をしていくと、その機能語の長さですね、確認をしていくとですね、truth ですね、長さを覚えてください。このすごく長い感じありますね。に対して、the の発音っていうのはもうこれだけです。すごいもう何分の1ですか ?3 分、4分の1ぐらい、5分の1とかですかね。はい、なっていて、him の発音もこれだけ。これもかなり短くなってます。で、そしてまあ最初にあったこう U の発音とかもそうですよね。これもすごい短くなってます。という形で、機能語短くなってますね。っていうのをですね、こう実際に目で見てみると結構わかりやすいかなと思います。で、まあこれをまとめてみるとですね、こんな感じになります。はい、まあ見てわかる通りですね、機能語っていうのはもう圧倒的にこう短く発音されているのがわかるかと思います。ほんでもう2分の1、もう3分の1ですね、ぐらいの存在感しかないんですよね。で、日本語だとどんな感じになってるかというと、一個一個の音にこう同じくらいのこう存在感っていうのが欲しいんですね。で、ちなみにですね、こちらが日本語で、私の名前は山田というのを、まあ、発音して、まあ、同じようにこう一個一個に分けてみた時の画像なんですけど、もう一音ずつも大したこう差がないんですよね、こう長さの。大体同じくらいこう長さになってるかと思います。それに比べてさっきの英語のやつを見てみると、内容がですね、はっきり発音したい、まあ、重要な単語は長く発音されていて、
そしてそれ以外はすごい短く発音されている。この長さが違いますね。どうしてもですね、やっぱ数十年この日本語を話している、これが当たり前の感覚になっている私たちからすると、どうしても英語を話すときもこう日本語っぽくやっぱこう影響されちゃうんですよね、この日本語の感覚が。でその話したくもなりますし、聞くときもですね、聞くときも同じように聞きたくなるんです。ただこの感覚を変えなければ、いつまで経っても英語は聞き取れない、カタカナ発音になるっていうところから脱却できませんので、まあそれは嫌だ、もっと上手になりたいと思う人はですね、発音練習、特にこのジャッキー発音の練習をすることをおすすめします。そうすると劇的に変化します。それではもう一つのセンテンスを見ていきましょう。もう一つはこちらですね、You can find a list of our tutors on our website っていう、まあこちらのセンテンスですが、まあこれもですね、日本語的に発音してみると、You can find a list of our tutors on our website。 まあこんな感じになってですね、まあ一個一個の単語はまあ存在感がしっかりとありますよね。はい。ところがネイティブの発音どうなってるかということですね、2回流してみます。You can find a list of our tutors on our website. You can find a list of our tutors on our website. はい。ということですね、まあ2回流してみましたが、どうですか、一語一句聞こえてますか。はい。今からですね、その機能語、じゃあどれくらい弱くなってるか、ジャッキー発音どれくらい弱くなってるのかですね、見ていきたいと思います。で2つ目の文章も入れてみるとこんな感じになります。ちょっとズームインしてみましょう。はい、流すと。You can find a list of our tutors on our website. You can find a list of our tutors on our website. というふうになっています。1個ずつですね、で 今から見ていきたいと思います。まあ、ちょっと長いので、ちょっと分けながらですね、見ていきます。はい、まずこの部分が。You can find a list. You can find a list. ここですね。そして You の部分がここです。You. これだけ。Can の発音が。くんはい、ここで can って音じゃなくてくんくんくん、これしかないですね、 can っていうのは。はい、なので you can の音で you can これしかないです。それに対して find ですね、こうしっかりと発音してるとこれぐらいありますね。 find はい、もうその you can の長さと find の長さ同じぐらいになってます。はい、つまり you can は逆に言うともう2分の1ぐらいのこう長さしかないですね。で、そして続きが、まあ、この find, まあ、あの音、曖昧ボイスね。って音がこうやっぱ短いです。ここも少しだけしか入ってないですね。で、そして list が、こう、はっきり発音していい内容語。list. ね、これ強調してるので長めですね。list. You can find a list. 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 ってなってますね。はい、続きを見ていくと、この辺。からはい、続きになりますが、of our tutors、まあ、ひとまず of our tutors までいきましょう。で、of our tutors でいくと、of の部分がここですね。of で、これも of じゃなくて、曖昧文、of で、our の音もこちら。our じゃなくて、or はい、なので of our は over これしかないです。そして of our tutors、長いですね。Tutors. はい。まあ、ただ、tutors は2音節あるので、まあ、一つ目の t の部分だけ見てみると、これだけ。tutors がこのか、ここからここまで。tutors. はい。で、そして続きを見ていくと、on our website. On our website. で、on の部分がここですね。on. で、hour の発音はこの辺ですね。Our. はい。なんで、on our っていうのも、on our とかじゃなくて、on our. これだけです。そして残りの部分が website。website。というふうになっています。で、web の部分がここまでですね。web。web だけでこれぐらいの長さがあります、すでに。web。で、サイトの部分でこれぐらいの長さ。side。はい。となります。なので、ちょっと一回戻ってですね、細かく見てみると、まず、you can というのが、この部分が you can。You can。はい。You can じゃなくて、you can。はい。of our 見ていきましょう。over. of our じゃなくて、over。で、on our を見ていくと、on our じゃなくて、on our。これだけしかないです。はい。という感じで。
弱気発音がすごく短くなっているというのもこちらでもですね、体感できたかなと思います。はい。ということで、このオブとかアワーがですね、すごい弱く発音されて、over tutors, over tutors ぐらいで発音されているものを、of our tutors, of our tutors みたいな感じで、まあ、発音を覚えてしまっていたりとか、またはこう想像しているとですね、スピードにこう追いつけないんですね。で、英語聞いてて、こう、早いってこう感じることってありませんか？で、まあもちろんですね、単純にまあ早口で早いってこともあるんですが、ゆっくりなはずなのに早いって聞こえるということは、大抵の場合、このジャッキー発音でこう短くなった分、ここで追いつけてないんです。ここがすごく早いと感じてしまって、追いつけなくなってしまって、なんか英語って早いなって感じてしまう原因になりやすいです。なので、こうジャッキー発音、例えば、of our tutor っていうのが、of our tutors っていうのがこう当たり前のようにこうインプットされていると、これがですね、このジャッキー発音がもう当たり前だよねっていう感覚になります。なので、スピード感も特にこう、早いと感じなくなったりとか、逆に、あ、これぐらいが英語のリズムだよねとか、あ、なんかこうスピード感、こうちょうどいいぐらいのスピードだなっていう感じになっていきます。ということで今日はですね、ここまでとなりますが、そのうちですね、こうジャッキー発音をこう練習する方法とかもですね、紹介する予定なので、英語力を高めたい、発音力を高めたいという方はですね、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。で、まあ、毎週金曜日、アップしてますので、また来週ですね、ぜひ楽しみにしていてください。で、また毎週火曜日、まあ、各週火曜日ですね、公式 LINE の方で、発音についても発信してますので、そちらの方もぜひ登録していただければと思います。ということで、また来週会いましょう。See you next week. Bye.